皆さんこんにちは。今日もたきまきチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、なんとエルメスさんの素敵なイベントに今から呼んでいただきますのしたので、今ヘアメイクをしていただいて出発したいと思います。今日はちょっと衣装とかですね、メイクとかそんなものをいろいろご紹介しながらイベントの方もちょっと紹介していけたらなと思っております。はい、最後までご覧ください。ウーシャン、みんなにご挨拶して。ウーシャン、エルメス様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 。今日のね、メイクのポイントは何？ちょっと目元強めにして、うん、でもあんまやりすぎないけど、ちょっと盛る、ちょっと盛る。なんか衣装がね、こんな感じなエルメス様のラグジュアリーなね、セットアップなんですけれども、ちょっとベージュな感じなんで、目元ちょっと強い方がかっこいいかなっていうとこかな。リップでポイントを持ってくるか、目元でポイントを持ってくるか相談したね、はい、さっき2秒ぐらい。本当に一瞬の相談。目ですか。目でいきましょう。じゃあ目がポイントということです。風間さんはね、この間テレビ出た時のね、ご覧いただきましてありがとうございました。たくさん本当にありがとうございました。それを見て私を知ってくださった方がたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、その時も私を綺麗にしてくださいました。風間さんでございます。風間です。うちで今日はね、うちでやってるんですよ。これ初公開、初公開ですね。確かに。まあね、どうですか、慣れました？慣れませんね。やっぱりさ、長年住んでた家を離れるともうクルクルしちゃうんだよね。あのどこに何があったか、まずそっからイベント行かれる前に自宅でメイクすることあります？ないよね。私大体イベント行くとき自分でやるけど。そうですよね、うん、イベントの内容によるんだけど、結構自分でささってやった方がいい時もあるし、そう、結構ちゃんとやってもらった方がいい時もあるし、今日は来てもらったんですよ。やっぱさ、目とかが、あの目を強めにしたりとかさ、やっぱミクさんやっても全然違うよね。あ、可愛い。お色ブラウンですか？これは、なんていうんですかね、あ、ラブライダー。これね、キャンメイク。キャンメイク、キャンメイク、めちゃくちゃいいですね。大丈夫ですか、高橋さん、キャンメイクなんか使うのってよりません？いやいや、なんかすごいいい情報。プチプラ、プチプラ。でも結構人気なんですぐなくなっちゃう。え、そうなの？大体限定なんですよ、キャンメイクさんって。え、毎月結構新しいのどんどん出すんで、そうなんすぐなくなっちゃうんですよ。滝田さん、こう狭間さんとかメイクさんとメイク決める時って、うん、一緒に相談しながら狭間さんのおすすめをやってもらうことが多い？結構あの提案してくださいます、うん、何でもいいよとおっしゃりながら意外とちゃんとあるかな。明確にあるんだよね。知ってる。でも全然いいですよ。で、あとちょっと思ったのと違うことをやってくれだすと、そういうことすんだ。あ、軌道修正、軌道修正危ない、危ない、へぇーっつってね。そうなんだね。あっちの方がいいなとか思ったりなんかしてみたいな。怖い、立ち悪い。でもちゃんとね、相談しながら仕上げていくと、やっぱりそうですね、この人一番テンション上がってくれないといいね。何でもいいよ、ファンデーション、メイク、これしか出さないさ。例えばファンデーションとかでもいいしさ、道具とかでもいいしさ、これはおすすめみたいな。これおすすめ。何それ？ちょっとすっごい汚いって申し訳ないんですけど、うん、あ、これあれです、うん、何それ？下地なんですけど、結構水分量が結構上がる感じがするんで、あの、なんていうんですか、肌にファンデがちゃんと密着してくれるみたいな。え、どんなファンデでも結構、今日も塗った？塗りました。確かにすごいしっとりしてんなと思ったの。このさ、あの使い込んでる感じが気に入ってるから。いやいや、めちゃめちゃいい。すいません、見してる。すいません。なんていうの、カールセルだ。カールセル、カールセル、どこで買える？韓国のアイランドですけど。もちろんもちろん韓国コスメは下地でもツヤっぽくなってるのはそのおかげってことですね。これを使ってます。でも竹田さんはメイクルームでそういう話を聞いて自分のやつで買うっていうこともある？ある、ある、全然ある。こういうイベントの時って竹田さん夜ご飯どうするんですか？夜ご飯もさ、たまにさ、こうやって出る時あるじゃん。どうしてるっけ？もうなんか作って食べる時もあるし、今日はパパ帰ってくるよね。でも帰ってこなくていいでしょ。なんで？今日は私の今ちょうど夕飯時に出なくちゃいけないから、パパが帰ってきて一緒に食べに行く予定だったんだけど、めんどくさいんでしょ。泣いちゃうよ。かわいさ、今パパ必死こいて働いて夕飯までに帰るよって頑張ってたのに
ウーバーでインタビューとか行ってたきそう結構カレーとか作っていくこと多いけどね。でなんか温めて食べてとか、なんかあとはチンできるようにお皿に全部乗せてってね、あのお盆に乗せてってで、ちょっと私疲れちゃった、うん、今日はね。だからウーバーでいいかって今ウーバーお寿司取ったんだよ、取っちゃったんですか。そう取ったのあんたってえとか言ってパパえ大丈夫ってさっき LINE で来ちゃった。大丈夫とか言ってもうちょっとね、下の子も一番下の子ですけど中学2年生ですので自立し始めちゃってます。とはいえママ夜いないって本当にちょっとしかないもん。で特にねあなたいなくても平気みたいなタイプ、うーちゃんいるしね、うん、それお菓子だ、ママがいないでお菓子だ、最低だな。アイサムいけないんだ、ご飯の前にお菓子ばっかりいけないんだ、はい、いけないんだ。たまにいない方がいいんだよね。もうほら、あれやんなさい、これやんなさい、宿題やったのとか言われるぐらいだったら、お風呂で歌っても怒られないし。わかる、わかる、うるさいとか言われるからね。美しい、はい、これ、ね、今日のエルメスどうですか、エルメス様、はい、今日はこんなね、セットアップで、ね、カバンをね、ちっちゃい、そうこれはさ、私のも結構前のだけど、まあ、今日パーティーだから大きいカバンってわけいかないじゃない。でもこれちょっと色、これ合うかな、うん、これ持ってこうかと思ってあります。これはね、ヴィンテージのね、バンクリフヴィンテージなの、わかる、かわいいね。これはパテックフィリップの時計なの。OK 完成です。はい、はい、行ってきます。ちょっとオレンジっぽい感じ、綺麗だね、かわいいです。チーク抑えめの大人な感じで行ってまいります。はい、はい、全身こんな感じです。かわいいでしょ。かわいいです。これ中が あれになってボディースーツみたいになってて上に上がってこないか。あれちょっとドアと同化してる私。ほら素敵だね。これはだいぶ前の私の私物を合わせて、ちょっと今日は靴も私物なんですけどベージュな感じで行ってまいります。じゃあ、はい、行ってきます。竹谷さん、この週末の予定は何ですか。そう、週末はまあなんかちょっとそう、ちょっと仕事したりゆっくりしたいですよね。今回さ、引っ越しで結構やられちゃってさ、彼がすごいね、休んでって言われた、パキちゃん休んでお願いだからっていうぐらいちょっと、ね、頑張りすぎちゃう。大変ですよ、だってね。いや、こんなに引っ越しが大変とは思わなかったよ。引っ越しどんぐらいかけて、荷物とか。引っ越しは5日間、5日間引っ越し屋さんと過ごしたよ。最後仲良くなっちゃうその前の5日間はずっと家の片付けしてて、とりあえず家を空にしなくちゃいけなかった。そうだな。ちょっと今やっとこう、まあ、やっとこうちょっと慣れたかなっていう、うん、あの電気 の, あのスイッチの場所1個さ、どこだっけどこだっけってなっちゃうじゃん。なるなるよね。なるね。私もくる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 して何周もしてたらどこだっけどこだっけみたいななっちゃってさ、やっとこのお掃除とかさ、洗濯とかさ、リズムができてきてさ、弁当作るじゃない、でご飯食べさせて、その前にもう洗濯板もスイッチオンして、そしてもう子供学校行ったらすぐもう掃除して、あんま変わってないわね、どこ行っても。いや大変、全部やっちゃうの、もう勢いで朝のうちに。そして3時間ぐらい経ってるからね、やっぱり全部終わって8時ぐらいかな。全部終わって8時早い大きいですか。だから聖子ちゃんとかにさ連絡するの超早いよね。あの大体7時台かな夜11時台まで連絡を取り合って睡眠時間がそもそも短い、ちょっと最近短かった。やっぱ人間ってすごい疲れすぎるとさ、今度寝れなくなるよね、頭回っちゃって、ね、そう移動して引っ越して終わってからはちょっとなんかすぐ寝れなくて、まだ明日はこれとこれとあれやって、今日本当にやることも終わったかみたいな感じになっちゃって、マキちゃんもういいんだよって言われてさもう寝ていいんだよって言われて、分かったって言って寝てて
すごい。私さ、不器用だからさ、一個一個やんなきゃ、やんなきゃってなっちゃうわけよ。今日だからエルメスなんで、ちょっと優雅な気持ちになってさ。そうですね、うん、楽しみましょう。楽しみましょう。なんかすごそうじゃないやっぱ、うん、雨降ってきたわ。すげえ雨降ってきましたけど。あ、馬見えた。すごいよ、人が。聞こえるこの音。ドン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 、四つ打ちみたいな状況。ドン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 、パリピーみたいな感じ。私は今ちょっとね、やらなきゃいけないことやってるから、カツさん待ってて。ギリギリまでこの、ギリギリまでやってください。この車列を利用して、いただきます。到着しました。こちらはね、豊洲です。いつもの豊洲と様子が違いますね。今日の豊洲はもうエルメスナイツ、エルメスナイツって感じで行ってまいります。もちろんです。あの、皆さん込み込みでいいです。あ、いいね。はい、チーズ。いいですね。ありがとうございます。お邪魔して。とんでもないです。ありがとうございました。というわけで本日はエルメスの素敵な会に呼んでいただきました。エルメスから日本も元気に、なんかそんな感じを非常に感じ取ることができました。今日はね、豊洲が本当に一夜限りのスペシャルナイツということでございまして、素晴らしかったです。もう呼んでいただいてありがとうございました、エルメス様。はい、ありがとうございます。本当に素敵な会でした。それではね、ウーバーを食べている家族の元に帰りたいと思います。私なんかフルコースいただいちゃってすいません。今日お寿司食べてると思いますので帰りたいと思います。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。